戦になりますけれども、この10月に世界挑戦のために塩浜選手が返上したタイトル、OPBF 東洋太平洋ジュニアフライ級の王座決定戦となります。さて、はい、こちらどうでしょうか。そうですね、安藤選手はね、僕は現役の時に僕のジムの選手と試合したりして、結構パンチ力にはかけるんですけど、すごくガッツあるファイターで前へ前へっていう選手なんですけども、はい、で今日この韓国の選手は僕ね、チョ・ヨウサム、はい、選手は僕初めて見るんですけども、この選手もまあ KO 率こそ多くないんですけども、ね、結構まあ積極的にいくファイターだとは聞いてるんですけどね。そうですか、多分いい試合になるんじゃないでしょうか。はい、まあ、安藤選手も26歳という年齢から、はい、どんな形でもいいからとにかくタイトルを取りたいとおっしゃってたそうですね。もうだから本人曰くね、最後の挑戦かもしれないなんて、いうこと聞いたんですけどね。そうですね、はい、ぜひ頑張ってもらいたいところですけれども、はい、それでは早速第3試合ご覧いただきましょう。東洋太平洋ジュニアフライ級の王座決定戦、今第1ラウンドのゴングが鳴りました。赤コーナーからは青のトランクス、黄色のラインが入りました。韓国の OPBF ジュニアフライ級1位のチェ・ヨウサム、そして青コーナーからは黒のトランクス、 OPBF ジュニアフライ級2位の安藤健三であります。12ラウンドの王座決定戦、早くもファイター同士激しい打ち合いになっています。さて、この試合ボクシング評論家ジョー小泉さんの解説、実況ウッサでお伝えしてまいりますが、ジョーさん、第1ラウンドが激しいこのパンチ応酬ですね。まあ、相手にとって不足はないですね、はいはい。まあ、WBC の世界3位、はい、だからこれに勝つと安藤選手はですね、はい、東洋太平洋タイトル手に入れるだけではなくて、はい、世界ランキング入りもできますからね。そうすると世界への仲間入りもできるわけですが、もう両方ともそういった意味では燃え上がる要素が十分あるわけです。ジェネボリーです。さあ、今度はチェ・ヨウサムが最後のマッチ、かなり必要にチェ・ヨウサムの方もボディを狙ってますね。そして今顔面時々スイッチしますね、はいはい、チョ・ヨウミン会長に話を聞いたんですけど、はい、右ですか左ですかって言ったら、右なんだけど左っていう言い方をしてましたけれども、だからたまにスイッチもすると、はい、スイッチヒッターなんでしょうね、はい。24歳です。ソウル出身のチェ・ヨウサム、デビュー11連勝、11戦目が韓国ジュニアフライ級チャンピオンの決定戦でした。一方、安藤健三は京都の出身です。26歳になりました。第2ラウンドもかなり主導権争い、激しいパンチの応酬をしています。両者ミノフク、もっとボディー攻めたいですね、はい、安藤は。安藤としてはボディを攻めていきたいところ、第2ラウンドも残り1分、いいですよ、はい、いいボディです。さあ、そしてボディからガードを固めて、この辺りは低く、そして相手のパンチを受けています安藤。そしてちょっともう安藤の方が切りましたかね、ちょっと右目のところちらっとこう赤いものが見えています。右目の赤くなってますね、はい。さあ、あと第2ラウンドも残り10秒となりました。その全日本の新人を取ったときはですね、はい、まあ、カドエビ宝石勝又ジムの勝也選手に勝ったんですね、はいはい。さあ、ここで今第2ラウンド終了です。第3ラウンドのゴングが鳴りました。今度は先に飛び出してまいりましたのは赤コーナーの OPBF ジュニアフライ級1位の韓国チェ・ヨウサムであります。ジョー小泉さんの解説でお伝えしています。第3ラウンドです。さて、安藤に話を聞いたときには、僕はそんなに減量では苦しむようなタイプじゃないですよという話、ジュニアフライ級 48.6 キロで計量一発で通過したんですが、一方のチェ・ヨウサムの方は 48.9 リミットいっぱいで通過しました。そうですね、ただ試合前にですね、はい、ちょっとかなり減量に苦しんだっていう噂がありますね、はい。ということはですね、はい、チェの後半のスタミナはちょっと心配ですよね、はい。そういった意味では安藤としてはなんとか後半までこう相手のこうガードを固めながらね、はい、まあ、後半へですね、はい、勝負を持ち込むためには、ね、はい、それまで前半でできるだけボディー叩いておきたいですね、はい。このあたりチェの左も気をつけていきたいところであります。小泉さんの話では時折スイッチという話も聞かれました。最後のマックアッパーも出ます。さあ、今度はボディを攻撃する安藤。さあ、そしてロープに追い詰める、チェ・ヨウサム。
残り30秒切っています。激しい打ち合い。ランパーは空を切りました。チェイヨーさんもランパーは空を切っています。セボリこのラウンド、チェンのパンチがちょっと空振りが多いですね。そうですね。一方の安藤の方が的確に相手にパンチを与えています。さあ、残りあと10秒を切りました。第3ラウンドでやります。ここで今、第3ラウンド終了です。東洋太平洋ジュニアフライ級の王座決定戦、チェ・ヨーサム対安藤健三の一戦、城小泉さんの解説で皆様にお伝えしていますが、試合の方は第6ラウンドに入りました。さあ、ここまで19戦を戦っている安藤健三なんでありますが、12ラウンドというのはもちろん初めてであります。心配されたチェ・ヨーサムなんですが、スタミナの部分、今どうですかね。まあ、まだちょっと、まあ、後半分かりませんけどね、だから相手がですね、本来ボクサータイプの、その、がですね、こういうファイタータイプで来るんですから、安藤もちょっとボクシングした方がいいかも分かりませんね。自分のボクシングですね、さあ、これ1分を切りました。さあ、安藤健三、非常にこう普段はマイペースを貫き通しているんですが、かなり表情を見せましても燃え上がるものがあります。安藤健三であります。ガードを固めたチェ・ヨーサム、チェ・ヨーサムがじわじわっと今また中央へ。このラウンド最後、いいパンチを仕掛けていきますが、安藤もいいパンチです。いいパンチ、今の最後のパンチは良かった。第6ラウンド終了です。小泉さん、はい、第6ラウンドで安藤の右フック、そして第7ラウンドで安藤の左右のフックと、まあ、非常に明確な部分でちょっと安藤がポイントを取ったかなという感じがするんですが、ね、はい、だからこういうパンチが当たり出してきたらですね、どんどん行くことですね、逆にチェの方はですね、前を取り出してきましたね、まあ、本来のボクサータイプのボクシングしてますからね、今ちょっとワンツー食いましたけどね、今度はチェ・ヨーサムの方がラッシュを仕掛けてきます。とにかく第7ラウンド第8ラウンド自分のボクシングを仕掛けてきたこのチェ・ヨーサムなんですが、いいところで今見逃されたあーとちょっと食らってきた。残りあと30秒です。最終ラウンド、さあ、あと残り15秒であります。両者また中央へ、あっと打たれている。右は空を切りました。もうほとんど時間がありません。ここで今12ラウンド終了のゴング、結果は判定に持ち込まれました。勝者、東洋太平洋ジュニアフライ級新チャンピオン、チェ・ヨーサム。日本の塩浜隆が返上しました。この OPBF ジュニアフライ級のタイトル、韓国のチェ・ヨーサムが韓国へ持ち帰ります。チェ・ヨーサムが新チャンピオンになりました。まあ、あの喜びを体中で爆発させてるという感じが、ね、しましたけれども、安藤選手はちょっと残念でした。そうですね、やっぱり、決め手がなかったし、返しがパンチに返しがなかったですね。打ったら打ちっぱなしになってしまったりとかしてて、その分やっぱりチェ・ヨンサム選手の方がね、返しはあったし、積極的にいってたしというの で、途中からね、ファイタースタイルからボクサータイプに切り替えたりできる器用な選手 で、やっぱり世界のトップランキングに名を連ねているだけはありますね。そうですね、はい。